回泊まり旅行の湯町っていうところに来ます。ここでまあなんか美味しい魚を見つけてさばいて調理していきたいと思います。今回さばいていく魚がこちらです。ででん、青の目ハタっていう魚です。このドス黒くてこの斑点見えますかね、この斑点が、青い斑点がついているのが特徴です。見栄え系の魚なんでこんな美味しくなさそうですけど、実際美味しい魚で有名です。高級魚です。口が大きいですね。いった歯が歯がちょっと見てもらうと分かるんですけど、これ歯がめちゃめちゃ鋭いです。内側向いてますね。早速調理をしていきたいと思います。一人暮らしの人とかキッチンが狭い人にちょっとおすすめなんですけど、魚の鱗を家で取るときに鱗って飛ぶんですよ。そういうときにこんな感じでビニール袋で魚を覆うんですよ。はい、でまあこんな感じにして鱗取っていくと鱗飛ばない。鱗が全部取れたんで水流します。今回する調理が刺身と煮付けということで、頭と背骨で煮付けを作って身は刺身という感じで作っていきます。さばき方は一番最初に頭を切り落として、次にここに切り込み入れて、こっちから包丁入れて3枚おろしにするっていう感じです。鱗が取れたのでさっきの手順で3枚おろしにしていきます。まず頭落とします。で次内臓を切っていきます。身がめっちゃ柔らかいです。はい、これが内臓ですね。臭いですね、想像以上に。で、この時にこの状態で頭切り落とすと頭と一緒に内臓も取れるんでやってきますね。これで頭が切ってきました。お前を食ってやる。これで待ち合い取ってきます。血合いってちょっと臭みの元になったりするんですよ。だから丁寧に取った方が刺身美味しいです。今回刺身に作ろうとしてるんで綺麗に取った方がいいです。はい、これで今頭と内臓が取れた状態で今から3枚おろしにしていきます。この骨の筋から包丁を何回かに分けて通していきます。こちらが三枚おろしのうちの一個の部分です。語彙力。2つ目の部分の完成です。で、まあ、これが背骨の部分になります。ちょっと身が残ってますが、まあ、これも煮付けにしていくんで、この背骨を折るときに適当にやったところだと背骨って折れないんですよ。この魚の関節の間に骨を入れてちょっと入れると簡単に魚の背骨って折れるんですよ。こうするとこの鍋とかに入りやすいんで、ぜひ参考にしてください。これで今とりあえず3枚おろしは全部完成ですね。今こんな感じですね。これでこの部分で煮付け、こっちで刺身を今から作っていきます。今からこのエラの部分を取って、これ中骨を取って、最後皮引きで刺身にします。1回で全部やるんじゃなくて何回かに分けてこの包丁を通して骨を取るようにします。で、この次にこの中骨、この骨入ってるんで、この骨を取ります。次に皮引きっていうのをします。
んな感じですね。綺麗に取れました。見てください、これ油がすごいです。やば、めっちゃ美味しそう。油がこっちもすごいです。こちらを最後お皿に盛り付けていったら完成ですね。今このもう刺身にするだけっていう状況なんで、まあ、このレモンと大葉を使って綺麗に盛り付けをしていきたいと思います。大葉ってこの飾りにもなってしかも食べれるんですよ。はい、レモン切るときって4等分にしたいんですけど、真ん中入れてこの状態でこうやったりしないで、もうこの状態でやってた方が切りやすいんで。こんな感じですね。次こちら刺身にするときにここを見るんですよ。この目こっち向き向いてますよね。これこっち向きに向いてるときはこっちから包丁入れてきます。なんで、あと包丁は1回で通す、こんな感じで。まあ、これを盛り付けていきます。今こんな感じですね。こういう感じになっています。今ちょっと身が多すぎて綺麗に並べるのは無理だったんで、かなり重ねて盛ったような状態になっています。味変の気持ちでちょっとここら辺に塩振っておきますね。はい、ということでこちらが刺身1品目完成。刺身って冷たい方が美味しいんで、ラップして冷蔵庫で一旦待ちたいと思います。おー、混ぜてみます。放射性ですね。これ砂糖ってその思ったより多く入れた方が美味しいです。まあ、こんなんですね。こんな感じです。お水ですね。こんなもんで沸騰させて砂糖溶かします。まずは背骨から、すぐに頭。めっちゃいい匂いがするんで開けてみたいと思います。おー、いい感じですね。やばい、めっちゃいい匂いします。これちょっと動画じゃ伝わんないんですけど、めっちゃいい匂いします。頭の部分は大きくなります。スープをかけると、かけてこっちの身の部分も、こんな感じですね。これで煮付けが完成になりました。本日のメニューが完成しました。こちらが、刺身、こっち、この2つが煮付けですね。こっちが頭で、こっち背骨の部分で、まあ、醤油にわさびということで実食。こちら完成したので食べていきたいと思います。ゆっくり食べていくよ。いただきます。ではまず刺身からいきたいと思います。いただきます。うまっ、めっちゃ美味しいですね。うまっ、これはうまい。ちょっと他の魚と違うところはこの身の柔らかさです。見た目黒だったんですけど、この白身で思ってたより柔らかいです。脂がすごいんですよ、これ。もう本当にとろけそうな、自分のほっぺたが落ちそうなということで次、煮付けの方を食べていきます。甘い、砂糖が多いですね、これ。うまい、うまっ。マジでこれ、わかんないと思うんですけど、料亭の味がします。ちょっと頭の部分食べていきます。ここにです。うぅ、ネギ入った。ネギ入った、ガキが出ます。刺身の蓋がいきます。見たぞ、混ぜて。ということで、先ほど作ったもの約20分で全て完食しました。自然に感謝し、ごちそうさま。ごちそうさまでした。